1968年8月27日、統一革命党事件について発表する、近景局近景局は、大韓民国の軍人、政治家。第三共和国時代、僕正紀の側近として、中央情報部部長を長く務めた。部長解任後、亡命先で、僕正紀政権の不正を暴露し、後に失踪したが、KCIA によって、拉致。 殺害されたものと見られている。日本統治時代の公海道新川軍に生まれる。1949年に陸軍主管学校第8期を卒業し、朝鮮戦争中は首都師団中隊長を歴任。1961年5月16日、金正筆ら陸士発期生と共に革新メンバーとして5.16軍事クーデターに参与、同年5月27日に、 国家再建最高会議の最高委員へ就任すると内務分解委員長、運営企画委員長を務めた。1963年7月、第4代韓国中央情報部部長となり、同年10月、陸軍巡承の階級で予備役編入。人民革命党事件、東ベルリン事件、統一革命党事件を捜査するが、 参戦会見による混乱から1969年10月に KCIA 部長を解任される。1971年5月の第8大総選挙で国会議員に当選するも、その直後に発生した10月維新で議員職を剥奪されたことから維新の首謀者である僕世紀に恨みを抱くようになる。1973年4月に台湾経由でアメリカに亡命し、 同国にて、牧政権の不正を相次いで暴露する。1979年10月に、フランスのパリで消息を立ち、1984年10月に、家族が死亡届を提出した。2005年2月3日、KCIA の後継機関である国家情報院の過去事件真実究明を通じた発展委員会は、東ベルリン事件、民生学連事件及び、 人民革命党事件、近代中拉致事件、大韓航空機爆破事件、青州小学会問題、中部地域党事件とともに、近景局失踪事件を優先調査対象に選定した。同年5月25日、過去事件真実異は事件に関する中間報告を発表し、近は KCIA の要因によって拉致、殺害されたと認定した。それによれば、 事件は当時の KCIA 部長、金再慶の指示により、理想越中フランス講師が計画、フランス研修中の KCIA 要陰神、棒を問い、棒に実行させたもので、彼らは東ヨーロッパ出身者2名を雇い金を拉致、殺害、遺体は付近の山野に行きしたという。事件の全貌を知っていると見られた理想越は過去事件真実意との面談において、 自身の関与は認めたものの、具体的な内容については、一切語らず、結局真相を明かさないまま2006年4月に、病死した。一方で、KCIA 関係者を中心として、事件への大統領警護室の関与を主張する声も、ある。金の解雇録を出版した元民主党、国会議員金警視によれば、事件当時民主化運動の活動家だった。 総ぶり小本安山市長が、西大門刑務所に収監されていた際、僕正規暗殺事件に関与して貧乏に、収監されていた、僕吉弘元刑 CIA 議展課長から、金は警護室によって拉致され、聖画台の地下室で、車、里藤してつけ護室長手図から射殺されたという話を、聞いたという。しかし、金警視自身はソウルまで移送するのは困難だとして、 パリでの殺害に傾いている。事件当時 KCIA 総務局長だった、李昌さん元国家情報委員長は、牧省系元警護室長の関与を示唆し、海外担当次長だった陰一人氏も、KCIA の関与を否定した。ありがとうございます。